えばどこでも温泉が湧いたという。食感はさらりとした感触の優しいお湯。ぬるつきはない。くす川沿いを中心に、約20軒の旅館、民宿が営業。天ヶ瀬温泉では、天ヶ瀬温泉なんでも、パスポートという宿泊施設への立ち寄り湯が可能な、湯巡りパスポートを発行しており、天ヶ瀬観光案内所で購入できる。くす川の河原には、 共同露天風呂が5カ所と、旅館所有の露天風呂が2カ所存在する。共同露天風呂は、JR 天ヶ瀬駅から徒歩約1分ほどにある、駅前温泉をはじめ、薬師湯、神田湯、松次郎温泉、鶴舞の湯の5カ所。いずれも、料金箱に100円を入れて入浴する。どの共同露天風呂も天ヶ瀬駅から徒歩約15分以内である。共同露天風呂は、 温泉街の各自地下が管理しており、掃除のため午後から入浴可能とする共同露天風呂もある。タオル、石鹸は各自持参が原則であり、地元住民も入浴する露天風呂なので、マナーには厳しい。河原にあるため、大雨で川の水量が増えた際は川中に没する共同露天風呂もある。共同露天風呂の他に足湯や手湯も存在する。 平家湯時期は不明。奈良時代に書かれた文語国風土記にその名が登場しており、平家湯はそれ以前であると考えられる。文語国風土記には、天武天皇の時代の大地震で温泉が湧き出したと記載されている。祝法の炭鉱が賑わっていた頃は、炭鉱関係者の保養地として、観楽温泉地的な賑わいを見せていた。ありがとうございます。